この度最後の充電ですね。あとはもう走るのみですね。では行きましょう。愛らしいですね。私は読めませんね。およそ30分、カリビジャンクションをカリビジャンクション方面へ斜め左に行くので。ジャンクションですね。
自動車道をここで離れまして東九州自動車道ですね、カジキ出口方面、国府鹿屋方面に行きます。斜め左ですね。鹿児島市には行きませんね。私はカジキ出口ではない、東九州道方面ですね。まだ走りますよ。料金所です。料金所ですね。
準備も済まないといけないですね。もしかすると通過できないやもしれませんからね。ゆっくり行きましょう。通過できましたね。28,240円でしたね。28,240円ですね。はい、ここからまだ無料の道路を通っていくんですよ。28,240円でしたね。いやー、ということで達成しましたね、高速道路。ある地点からある地点までの最短距離ですね、最短ルートが最長距離となるところを、一度も給油せずに走り切る、達成しましたね。達成しましたね。青森東インターチェンジから青森自動車道ですね。青森東インターチェンジから終点末吉宝部インターチェンジ、東九州自動車道ですね。達成しました。まだ4分の1残ってますね、メモリは。行きましょう。無料ですけど、もう一応いわゆる高速道路ですね。行きましょう。まだ東九州自動車道ですね。鹿児島区間。ここから終点は都城渋市道路ですね。元坊インターチェンジ。先々月ですかね。もう2ヶ月。まあ、経ってないですかね。3月20日ぐらいですかね。に、新しくまた開通したんですよね。都の渋々道路。元坊インターチェンジですね。で、都の城渋々道路、まあ、東九州自動車道から、ずっと、繋がってますね。で、まあ U の字を描くように全体でなってるわけですけど、宮崎自動車道とつながるんですよね。そうするとですね、元坊インターチェンジもまあ今回の距離に加算しようとするとですね、当然 U の字を書いた終点の方に元坊インターチェンジあるわけですから、そこが U の上2つですね、繋がるわけですね、宮崎自動車道で。そうすると、元坊インターチェンジに行く最短ルートというのは、宮崎自動車道経由になるわけですね。宮崎自動車道を経由すると、だいぶ距離が短くなりますね。そうすると、おそらくですね、単純に宮崎に行く方が多分今度長くなるんですよね。ですので、このルート、この始点終点が今回のその、まあ、ルールというんですかですね。当てはまるという有限なんですね。都城渋々道路が宮崎自動車道とつながるとですね、このルートではなくなります。ということもあってですね、元坊インターチェンジが開通してから来たかったんですよね。これやりたかったんですよね、この旅。まあ青森東から末吉宝部、先ほど28,240円と出ましたけど、それより金額的に高いというところは、違うですね。金額的に最高額かと。1回の生産が
最高になるというのは青森が出生したからではないんですね。それはですね、少しですね、長いルートとちょっと大回りしたルートになるんですよね。ですので、ある地点からある地点まで私の決めたルートですけどね、最短経路ではないんですよね。まあそんなことを言い始めたらですね、ぐるぐるいくらでも回っていけばいくらでも長い距離作れますから、当然最短ルートであるっていうところは私は考慮しましたね。ということで、青森東から水曜日からで春は来たというものですね。まあこのルート、まあそういうふうなルールに基づいて考えたこのルートですとね、青森から鹿児島まで来れるんですね。その最高金額っていう意味で1回の生産なんですね。ぐるぐるそんなに迂回しない、周回しないっていうことですね。っていうところだと、青森県から宮崎県になっちゃうんですよね。鹿児島通らないんですよね。それ、なんかちょっと、自分的にはインパクトちょっとっていうのがあったんで、まあ、最長距離と、いうからにはですね、青森から鹿児島だろうと。当然青森から鹿児島まで高速道路つながってるわけですからね。ということで、まあそういうふうなこともあってですね、まあそういうルートにしてこのルートが出てきたと。まあルートありきで、ルール決めたっていうのが、まあ、半分そうっちゃそうですよね。まあでも本当によく走りましたね。いや、よく走りましたよ、これは。またすごい古戦況ですね、これ。これいくらかかるんだっていう感じですよね。本当これ作らなかったらいくら浮くんだって。まあこの道路を使ってないものからするとは思いますよね。この先っちょですね。
週とこれで終わりというね。ここから都の城志布志道がこのまま続いているはずですね。確かに一旦ここでですね、青い看板変わりましたね。久しぶりですね、これ見るの。青森東以来ですよね。青森市以来ですよね。これ、そして信号が出るんですね。で、都の城志布志道路ですね、直進すると。まあ一応これは、まあ、一般道をちょっとまたぐ。といえば、ちょっとまたぐんですね。有料優先ルートの観測を開始します。インターチェンジですね、ここから。今ですね、ガソリンスタンド。ルート案内をですね、もうリセットしました。都の城志布志道ですね。ここも無料ですね。先ほどの東九州の広島の無料。近くに養鶏場があります。クラクションをやめて。クラクションを鳴らす、やめてと言われてもですね、まあ、本当に危険だったら、まあ、鳴らさざるを得ないと思うんですけど。まもなく右方向です。その先、左方向です。また雨が強くなってきましたね。はい、とは言われてないですね。あ、見たけどね。確かに見ますね。まあ、このカーナビのところの金見だけからまた道路が下に繋がってますね。Thank you.
きましたね、おこいち、おとご。おこいち、おとご感が先日解禁したわけですね。いやー、終わりますね。いやー、お前から楽しまれてました。一回も給油しないようにということで、充電をね、こまめにしながら4日かければ来れるんですよね。まあ、美味しいものも食べたりですね。まあ、景色を見たりですね。住む時間も、まあ、充電中に限って言えば、30分あるわけですね。で、あればですね、回復してるんですね。そういうこと。まあ、ありなんじゃないかなと思いますね。まあ、ここまで長距離じゃなくて、全然いいですね。ここは、開通した新しいですね。全然ありじゃないですかね。まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、この、電動化時代。EV、 これからは EV だというふうに言われる時代にあってもね、こういう旅もできるんだっていうのは、まあ一つの何ていうかね、まあ冷静さまでの考えになるんですね。もちろん、住民速度もね、まあ、ガソリン充電で、まあ、まあ、マリアの水素、まあ、水素充電ね、ぐらい、いろんなね、ちょっと短縮される、まあ、そういうのがですね、まあ、短縮が変わってくると思うんですけど、まあ、しばらくはですね、30分充電。ご苦労で、自分になると思いますので、まあ、それにおいてはですね、自分のような食べ物できるよと青森だったものですね、いろんなもの食べてですね、そんな景色を見てですね、いろんなもの買いましたね。まあそれはね、また何を買ったのか、まあお土産ですね。まあ私の場合はですね、そういうのを発表するね、アウトドアですね、ここで出てくるか、まあ、自分で運転してますね。これは一応カーナビ的には右に行けと右の方向に行けって言ってますね。いや、一般道ですね。この青い高速マークあれですね。あ、大きい中和センサーがありますね。まもなく前方6席中間です。あ、ちょうど今給油してくださいありましたね。目的地周辺です。音声案内を終了します。運転お疲れ様でした。お疲れですね。いや、本当にあの私より車がお疲れ様だと思いますね。私より車のお疲れ様ですよ、本当に。本日の走行距離としてはですね、450.1キロ。
ていうまた情報はですね、この後です、公開したいと思います。では一旦、お疲れ様でした。